Nakamura。新型の108号業界初の装置が一つあります。まず一つ目、はい、このモノフレックスポンプ1085 2P は2インチなんですけど、 OK 1700回転にしてください。1700回転、これです。この装置を1回押します。上がってきました。800、もうすぐ800ね。業界初です。自動でストップするモノフレックスポンプね。要するにここの薬液センサーと連動してるのでストップできます。ほら止まった、はい、止まったでしょ。ほらすごいでしょ。それであとちょっとになったらマニュアルです。これでこうやってやると入れて入ってくる。これ手動。ここの外周やるんですね。じゃあ四輪ソーダにしましょう。四輪ソーダっていうのは 4WS。 今までですこれで使ったことある人であればこれで 4WS。 タイヤが内輪が回ります。まあ、フォークリフトみたいになるということですね。ファンを回す前にポンプを入れます、はい、このポンプ、このポンプを入れましたらこのメインコックを開けてください。そうするとですね圧力が、あのメインコック開けないといけないから、今水がこれで排水、完全な排水、これでストレーナー、これでこっちに来てます。ファンのは低速と高速があるんでここで切り替えをします。昇進さんもあったかもしれませんね。ありました。これが低速、これが高速、もうだから高速ですね。これでいい。こっちにすることはまず低速はつかなかったですね。一応ここにあるのを覚えておいてください。まあこれはあくまでも目安です。今回の SS は HST 油圧無段階変速なのでもう自由な設定ができます。あえて今 1.42.53 っていう使えそうな一番ストレスのない速度に設定してます。で黒ノズルと赤ノズルってあるんですけど、仮にいきなり赤にした場合は470になります。ほらこれ 1.2 でしょ。くるんと回すとほら 1.4 だ。これはねほとんど初心の時ももうあれですね、細い方です。細い方ね。じゃあ今一回細い方にしましょう。じゃあ今日やる、これで350リッターで どんな感じになるか。じゃあ 1.4 にホールドしなきゃいけないんです。これは1速2速3速4速バックっていうギアじゃないから、どうやってやるのってことなんですね。やってみましょう。はい、じゃあまずポンプ、薬液ポンプ入れた、2000回転にした、はい、でファンを回します。その前にあファンね、はい、あファンを回すのはスロー回転じゃない、この回転じゃないとダメです。はい、回りました。回転をまあ2000回転ぐらいにしといて、はい、上がってきました。 0.2、これボタンを押してるとどんどん上がってきます。はい、7、9、10、これがだいたい回転を2500回転に合わせると段階で春だと 1.0 でいいと思います。このぐらい速度を固定しますのでこれで 1.5 っていうところになったら出ますから、どの辺かな 1.5 って、この辺だね。そしたらこれでホールドです。もう動かないです。動かしたくてもこのボタン押すとね、
ただしこれを踏むとホールドは解除される。正規の回転でいきます。まあほとんど被んないですよ、こっちに来ないから。まあ、仮にこうやって入ったんです。当たっちゃうんじゃないかと思うんですけど、これが通り過ぎたあたりで切ってください。当たりません。ほら絶対当たんないんです。ちょうど僕が通ったあたりで切ります。当たらない、逃げていくだけなんです。絶対当たんない。こうなっちゃって回るに回れないとなります。そしたら四輪走だ、同位走っていうのを使います。見て、はい、同じ方向向いてる。だからこっから脱出できるってことです。斜めに脱出できます。そう、という感じ。すごいでしょ。小回り聞いて、うちに帰るのをこのままじゃ高速にしますよって、うちに帰ります。よくやるのはこの S のまんま帰っちゃうんですね。でも S のまんまで帰ってみましょう、どうなるか。高速で走ってて、すると途中でほら、安全なんです。でトップスピード今どのぐらい出るかやってみます。これで走って23キロ、ピタッと止まります。四輪ブレーキ、今23キロ前出ました。こう今21表示になったんで、だからとにかくやばいなと思ったらもうこれ踏んでください。やる場合は2000回転、約2000で圧は上げます。まあ、できれば20以上もうマックス、はい、はい、はい、これを結構いい、よく飛ぶでしょ。今日は本当にありがとうございます。こちらあのカメラ、どうでした、あの新しい SS。 いや、あのあれですね、最新の技術が入ってるもので、はい、ちょっと慣れるまでが大変だと思います。はい、でも本当に頑張ってください、ありがとうございます。こう応援してますので、いいリンクを撮っていただければと思います。で問題はこの機械の1085、価格です。もうここはまあ田中機械に任せてください。0120-413-883、よいみパパさんにお電話ください。もうバッチリいい価格で、インチ半モデルと2インチモデルご用意しております。皆さんの機械の下取りもしますからね。本当に今日はありがとうございます。プレゼントにモンベルまた使ってください。本当にすいません、また新型です、よろしくお願いします。コミュニティの力って書いてある下だね、多分レミオモメンって書いてあるよね。
卒業の歌歌ってるあのサンキューっていうの歌ってるやつ、レミオロメン、はい、大丈夫です、はいストップ、ここでいい、ある？ある。ね、3月19。なんかあったら電話してるしてね。090-3093。まあ。ここに魂を刻み込んだのかもしれませんけど、まだこうなってないんです、だから皆さんにはこの赤いリンゴの赤の葉にまだまだ来てもらいたい、みんなでこの復興応援しに来てください、どうですかね、サンキューということでよろしくお願いします。